グリーンハウス作戦、常時実験グリーンハウス作戦アイテム実験アイテム、実験装置。内部に重水素と見栄水素を充填するグリーンハウス作戦は1951年にアメリカ合衆国が実施した核実験のシリーズである。アメリカ合衆国の核実験としては5番目のシリーズであり、熱核爆弾の開発を推進するための重要な実験であった。 実験は新たに開設された太平洋核実験場で行われ、すべての実験で爆弾は巨大な鉄塔状に取り付けられ、空中での爆発を想定して実施された。本実験は先に成功裏に実施されたレンジャー作戦に続くもので、後にはバスタージャングル作戦が続いて実施された。グリーンハウス作戦は米国による革新的な設計の核兵器の見本となった。 実験の主目的は核兵器の大きさと重量の削減、さらに破壊力を増やしながらも核兵器に必要な核分裂物質を削減することが最重要項目であった。本作戦の1年半前にソビエト連邦が初めて行った核実験に対し、米国は新たな設計の核兵器の備蓄を開始した。従ってグリーンハウス作戦の成功は 熱核兵器の開発を続けるために非常に重要なものであった。なお実験の効果を確認するために標的となるビルや防空壕、民家、そして工場が無人カリック島に建てられた。常時核実験は世界で最初の連鎖核融合反応も用いた核爆発であったが、このデザインはテスト専用であり、兵器としての実用性はなかった。 爆弾の形状はトーラス型であり、少量の液体重水素が爆弾の中央に置かれていた。核出力のほとんどは核分裂反応により得られたもので、核融合反応による出力はごくわずかであった。しかしながら実験の結果は、翌年に実施された i ー作戦のマイク実験における最初の完全な熱核爆弾の有効性を証明することができた。またアイテム実験は、 最初の各分裂強化型兵器となり、同型の非強化型兵器と比べて2倍近くの核出力を得ることができた。ありがとうございます。